おはようございます。5月12日6時半、2日目のスタートです。じゃあまた今度に、はい、会いましょう。稼いで待ってます。よろしくお願いします。来週ですね。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、はい、ありがとうございます。またじゃあ来週無事に会いましょう。じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。どうも。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。前ですね、ライブ配信した時にお勧めされた並木通り、そこにね、ちょっと行ってみたいなと思います。昨日はね、もうね、ほんとスナフキンさんに甘えっぱなしの一日でしたね。ご飯もご馳走になりまして、朝ごはんまでね、いただきましたんで、本当にありがとうございました。で、まさかね、夜中にベビーメタル談義をするとも思わなかったので、それもね、面白かったですね。で、最終日に近いんですけども、笠置キャンプ場、京都の笠置キャンプ場ですね。あそこにもね、どうも来ていただけるということだったんで、それもね、楽しみにしたいなと思ってます。無事にですね、1週間ぶりの再会ができるように、とにかくね、安全運転で行きたいなと思います。ここからね、道中また1時間弱ぐらいですかね。メタセコイア街道？メタセコイア並木道っていうのかな。まあ、その辺に行ってみようと思ってます。今ね、道の駅に寄りまして歯磨きをしてきました。さすがにね、歯磨きしないと気持ち悪かったんで、やっとね、すっきりしたかなっていう感じです。あと20分ぐらいで着くのかな。なのでもうちょっとですね、頑張りましょう。すごい古いトンネルですね、これ。牧野高原が近くなってきました。あと3分ぐらいで着くのかな。なんかいいですね、こういう景色も。すごく落ち着く景色になってきました。
川県の宇宙科学博物館コスモアイル白衣というところに行こうと思うんですけれども、本当はね下道で行こうと思ってました。で時間がね今10時10分なんですけども、下道で行くとですね到着が5時という風になってまして、閉館時間も5時でちょっとこれだとね意味がないなということで、高速道路を通れば3時間半ぐらいで行けるということなので、今回はねちょっと高速道路を使おうかなと思ってます。次の県の福井県に入りました。福井県のね恐竜博物館も行きたかったんですがちょっとそこはスルーして、石川県の宇宙科学博物館に向かってます。で、うちにね恐竜動画がアップされてるんですけれども、その動画もですねいつの間にか30万回ということで再生回数がなかなか伸びてまして、ありがたいことにですね、いろんな方に見ていただいてるんだなと思います。アップした時はですね確か200回とかそんなもんだったんですが、なんかやっぱり恐竜好きな子が多いっていうことでしょうかね。宇宙科学博物館どうしてもねちょっと行きたいなというのがあって、でなんで行きたいかっていうとですね、どうもお土産コーナーに NASA グッズが売ってるらしいんですよ。でこの NASA グッズめっちゃ気になるなと思って、ちょうどね来る途中にインターステラーをね流してましたんで、やっぱりね宇宙は大好きなんですよ僕。とりあえず福井県です。福井県過ぎるだけなんですけれども、まあまあ来たことない県に来たということで記録としてこの映像を残しておきます。ちょっと気になるところとして徳光ハイウェイオアシス、ここがちょっと大きそうなので入ってみようかなと思います。なんかシャワーもあるみたいなことが書いてありましたね。あ、橋を渡ると向こう側にも大きな建物があるのかな。合流車両に注意してください。どれだ？これか。両替は売店でいたします。マジか。綺麗ですね、これ。いいなぁ。しました。こういう設備があるところはね最高ですね。いいね。パワーが弱いタイプです。まあね、髪の毛ぐらいはほっといたら乾くでしょう。これで今日はお風呂の心配がもういらないですね。すごいスッキリです。じゃあ行きましょう。はい、お風呂に入ってきました。コインシャワーって言ってもねだいぶすっきりしますね。さすがにねシャンプーとかついてないんでもう本当に流してっていうだけの話なんですけど、なんかもう本当に生き返ったような感じです。はい、じゃあここでね高速を降ります。金沢西で、ここからはですね車でまた1時間半ぐらいかかるんですが行ってみましょう。はい、今日のお昼ご飯はですね家系ラーメンにしました。家系ラーメンもねやっぱね美味しい。ちょっとねニンニクを入れすぎたんでもしかしたら臭いかもしれないですけど、まあまあ男一人旅ですからねニンニク臭くても大丈夫でしょう。
なんだろうあれ、空を泳いでますね。鯉のぼり？タコですかね。タコではないのかな。どうしよう、行き止まりか。やばいな、わかんないな。なんでしょうね、あれすげえ楽しげな感じですが、どうやって行ったらいいんだ。向こうか、向こう行ったらいいのか。わわわ、近くで見たらすごい、すっごいいっぱい飛んでますね。見えてきました、宇宙科学博物館。まもなく右方向で、その先目的地付近です。ここが到着かな。あ、あったあった、ロケットは見えましたね今。右方向です。おー、いいじゃないですか。なんか期待が高まる感じのロケットです。当然ね、初めて来る場所なんで、どんな感じかね、わかんないですが、ちょっと行ってみましょうね。番組を購入して、つまり、
この音楽は コスモアイルに行ってきましたけれども、行った感じとしてはですね、すごい面白かったです。で、展示物もね、すごいしっかりできてるんですが、途中からね、なぜかUFO 的なやつが始まって、それがね、余計に面白かったんですよね。で、名誉館長がですね、八尾井純一さんということで、まあ、それがあってね、UFO 的なものが、多かったのかなという感じがします。で、僕的にね、一番ヒットだったのが、昔やってた UFO 番組の音が流れたんですよ。あれがね、うわ、すごい久しぶりに聞いたっていう感じでね、あれは良かったなぁ。で、お土産もね、ちょっといろいろ買ったんで、後でちょっとお見せしようかなと思ってます。今日のね、これからの予定なんですけども、本当はですね、石川県の栗原源平の里に行こうと思ってたんですけども、どうもね、地理的に調べると、左下に下がっていくような感じだったので、あんまりね、ゴールに近づかないなと思いました。今ですね、夕方5時なんですが、到着がですね、6時15分になってます。なので、もうね、富山県に入っちゃった方が早いだろうということで、今から富山県に向かって出発します。今日がね、2日目なんですが、明日のね、3日目がね、一番ネックなんですよ。一番そこが心配で、なんで心配かというとですね、下道で行くとえげつない時間がかかる予定になってました。多分14時間とかぐらいかかるってなってたのかな。今日はですね、目的地に着いたらちょろちょろっとご飯を食べて、今日はね、早めに寝ようかなと思ってます。で、早起きして山形という感じにした方がいいのかなと思ったりします。そんだけ時間かかるんだったら、やっぱ朝早く出ないといけないんで、氷見市っていうところに近づいてるんですけども、なんかね、信号が変わりましたね。なんか縦型になりました。なんだろう、この信号。やっぱり場所が変われば信号も違うもんですね。20円のお返しです。はい、どうも。今5時42分です。で、ここからですね、また走って、今から走る距離が 114.3 キロ、110キロ弱走って、到着が9時半になってます。まあ、これぐらいが限界でしょうね、おそらく。今日はなんかね、もう距離感が麻痺しちゃってて、100キロって言われても、あ、近いねぐらいにしか思わなくなってきたのでまあまあ、僕が楽観的なのがまあいいところなんでしょうね、これがね。今ですね、富山県を走ってるんですけども、ちょっとね、予定をまた変更したいなと思ってます。石川県に泊まるつもりではいたんですけども、それをですね、富山県にしようと考えました。で、富山県まで行くんだったら、もう新潟まで行った方がいいんじゃないかなと思ったので、とりあえずね、新潟入ります。もうで、新潟まで入ってしまえば明日が絶対楽なんで、とりあえず新潟に行きましょう。見えますかね、山の上、山の上がね、雪でしょうね、あれ。真っ白になってますね。いやー、ほんと、北に来たなって感じがしますね。この道をまっすぐ行くと、黒部。黒部の太陽とかの黒部ですかね、黒部ダム。スーパーマーケットがあったんで、ここにね、寄ってみようかなと思います。大阪屋ショップ、聞いたことない名前ですもんね、やっぱり。ということで、ご当地スーパー行っ
ってみましょう。はい、今ですねスーパーに行って買い物を終えました。大阪屋ショップ行ったことないスーパーだったんですけどね、当然山口県にはないスーパーだったので、やっぱりね見るだけで面白いですね。でなんかね本マグロがね柵で800円とかだったんですよ。700円とか800円とかで、めちゃめちゃ安かったんですけど、さすがにね今夜食べるかって言われたら、いや別にいらないなって感じだったんで、ちょっとね安かったんですがやめときました。ここがですね、入るに善と書いている善って読むのかな、なんかわかんないですけど、入るに善人の善と書くところです。やっぱりね山口県とはね温度が違うで、昨日ね滋賀県の琵琶湖、もう本当に湖のほとりだったので、さすがにねそこもちょっとは寒かったんですけど、こっちのねやっぱ富山県の方が寒いですね。夕方ぐらいからもうちょっとね、T シャツ1枚じゃ絶対無理だなって感じだったんで、やっぱりね温度の変化っていうのはありますよね。車をずっと走らせてるんですが、結構ね街灯が少ないのかな、映像でも分かる通り結構暗いですね。まあ昼間ではないんで店があんまり見えないっていうのもあるんですが、今はねちなみに7時41分です。まだね当分まっすぐだと思うので、あと46キロか46キロだったら、まああと1時間半ぐらいかな。ね、この新潟の海岸線沿い、結構ね、カーブがきつくて怖いところがいっぱいありましたね。で、やっぱりできれば昼間に見たかったな、これ。とりあえずね、セブンイレブンぐらいはあるのかな。でもセブンイレブンがあるんだったらここで買えばよかったな。自販機もあるんでちょっと中入ってみましょうか。すげえ、ビールの自販機だ。ビールの自販機あんまり見ないですよね。今回買ってきたのは明太子スパゲッティと、あとね5種のチーズグラタンと、この2つですね。これをね食べながら今日の晩ご飯にしましょうか。